佐伯さん。とある高層ビルでバイトをしていた時の話です。高層ビルには直通エレベーターがありますよね。ここのビルは8で割れる回数ごとに直通エレベーターがありました。例えば1から16階行きなら1階から8階までが直通で、8階から16階まで各階に止まるという仕組みになっています。7階まではテナントが入っていて、夜8時になると営業終了になるので、セキュリティのため1階からのエレベーターは全て8階までの各階止まりになり、8階で一度降りて守衛さんに社員証を見せて次のエレベーターに乗せてもらいます。直通は8から24階になるので、15階までの方はとても面倒です。私の行っている会社は12階でした。こんな面倒なシステムになってしまったのは理由があったんです。その日もう一人のバイトの男の子と一緒に印刷物を取りに行ったのですが、3時間待たされてビルにたどり着いた時には8時を3分ほど過ぎていました。2人でダッシュしたら、なんとか最終直通エレベーターに間に合ったのです。ぜーぜー言いながらドア付近に荷物を下ろし、男の子が12階のボタンを押しました。押しながら何階ですかと聞いたんです。私たちだけかと思ったら、定年間近ぐらいの小柄で細身の黒縁メガネをかけた真面目そうでとても優しい顔をした男性が奥に立っていました。すいません、9階を押していただけますか。軽く頭を下げてとても礼儀正しい方でした。男性は、遅くまで大変ですね、体を壊さないようにほどほどにしなさいねと男の子に微笑みかけながら言ったんです。仏様みたいな人、いるだけで癒されるような、そんな感じの男性でした。エレベーターが止まりました。私たちはドア付近に立っていたので、お互い左右に分かれる感じで道を開けました。その時、お前ら何やってんだ、ドア閉まるぞ。エレベーターホールは喫煙所にもなっていて、印刷物を頼んだ課長がタバコを吸いながら覗いたんです。そこには見慣れた風景とともに壁には12階のロゴが。急いでエレベーターから降り、振り返ってみると男性の姿はありません。私は確かに男の子が男性に言われて9階のボタンを押したのを見ました。2人ともかなり息を切らせていました。エレベーターのドアに手をついてぜーぜー言っていたので、止まる階近くになるとボタンのランプが消えるから、私はずっと9階のボタンを見ていたんです。男の子も見ていたそうです。課長にその話をすると、佐伯さんだよ、不審気があることもなく言いました。課長がまだ若手社員だったバブルの頃、9階にあった証券会社に佐伯さんという定年間近の男性がいて、他の会社の方にも気配りするような本当に仏様みたいな人だったそうです。その日遅くに営業先から帰ったようで、9階のエレベーターホールのところで亡くなっていたのを朝出社した社員が見つけたそうです。過労死だったそうです。お葬式にはビル内の他の会社の方たちも行ったほどだったそうです。守衛さんたちも社員が残っているかちゃんと確認できればと悔やんだそうです。それがきっかけでビル内に社員が残っているかどうか確認するために、夜8時になるとエレベーターが変わるシステムになったそうです。課長の話では、佐伯さんは働きすぎで倒れそうな人がエレベーターに乗ると出るそうです。佐伯さんが来たんだからな、お前らも働きすぎだから今日はもう帰って休め
明日も休んでいいぞ。課長はそう言いました。偶然かもしれませんが、一緒にいたバイトの男の子は佐伯さんと会った日少し熱があったそうで、休んだ日に高熱が出たそうです。課長が休めと言わなければ無理してその日も来ただろうと言っていました。今でもはっきりと顔を覚えています。幽霊と言われたって信じられないほどはっきりとした姿で人がそこに立っている感じでしたから。でも真冬だったのに半袖ワイシャツだったんですよね。コピー機。友人から聞いた話なんで真偽の判断はお任せします。その友人は女性で、いわゆる OL でした。結構頑張り屋で、残業なんかも頻繁にやってたそうです。会社自体はあまり大きくはないですが、一応残業手当は出てたようです。で、ある時、相当数のコピーを頼まれて、残業してコピーをしていました。この会社のコピー機は結構古いものらしく、原稿を直に読みながらコピーしていくタイプでした。で、最後の原稿を載せてコピーを開始してから、彼女は帰り自宅のため、更衣室に行きました。帰り自宅を済ませて、コピー機のところに戻ってくると、真っ黒になった紙が出力されていました。出てきた印刷を確認すると、最初は黒い点で、それがだんだん広がっていくように映っていたそうです。不思議に思ってコピーの蓋を開けると、そこには真っ赤に染まった原稿がありました。彼女は嫌な予感がしながらも原稿を取り上げました。すると、ガラス面にひしゃげた女の顔が張り付いていたそうです。彼女は怖くなって、そのまま家に走って帰りました。とりあえず夢だ、なんかの見間違いだと思い込み、その日は酒を飲んで寝たそうです。翌日落ち着きを取り戻した彼女は、散らかしたままにしたコピーを見つからないうちに片付けるために朝一番に出社しました。怖くなかったわけではありませんが、彼女はそういう類のものは信じない主義でしたので、気のせいだと思い込めたようです。で、例のコピー機のところに行くと、蓋が開いてて原稿が散らかっている。昨日のままの状態でした。恐る恐るガラス面を覗いてみましたが、中には何もありません。コピーも普通にできてたし、原稿も赤く染まっていません。やっぱり疲れて幻覚を見たんだと思った彼女は、原稿を拾い集めました。コピーを揃え終わって、何だったんだろうなと思いながらコピー機の方を見ると、機械の下に一枚紙が落ちていました。彼女が何気なしに拾い上げると、そこには昨日の女の顔が映っていたそうです。川の字。昨日の夜、飲みに行ってたもんで、少し遅めに帰ってきたんです。家に帰ると、家族は寝ています。まあ一時過ぎていたので、それは仕方のないことなんですが、何か変だったのです。電気もストーブもつけっぱなし、挙句の果てには、テレビまで大音量でついていたんです。電気とストーブは自分への心遣いと思えなくもないですが、テレビがついたままなのはちょっとおかしいと思いました。しかも、なぜかみんな居間で寝ています。父と母は時々居間でそのまま寝るときはあるけど、弟は年頃なんで、いつも必ずと言っていいほど自分の部屋で寝てるのです。なのに今日は居間で、しかも
三人がきれいに川の字に並んで、その時自分はさすがにちょっと薄気味悪い気がしたんです。このように何かが起こる時って前に何か予感がしますよね。その予感ってやはり必ず当たるんです。不思議ですよね。自分はまず着替えてトイレに行ったんです。用を足している時は少し落ち着きましたが、次の瞬間かなりの寒気がしました。なんと一瞬で部屋の電気とテレビが消えたんです。そしてストーブの音も消えました。一瞬停電かと現実的に考えましたが、ウォシュレットは作動しているのでやはりおかしいと思いました。そして用を足し終えてこっそりとトイレから出て、真っ暗な居間の電気を手探りで探し電気をつけたんです。するとまた異常に気づきました。居間に誰もいないのです。川の字に敷いてあった布団もきれいに片付けられています。ここまで大したことは起きてないんですが、何か心がすっきりしないというか、少しの恐怖と不快感に自分はイライラしていたんです。うわぁ!といきなり弟の叫び声が聞こえました。自分は急いで弟の部屋に駆け込むと、弟は布団に潜ってガタガタと震えていました。そしてそこには信じられない光景がありました。さっき見た三人が川の字で寝てる光景がぼんやりと浮かんでたんです。しかもよく見ると、すごい表情で血を吐いて死んでいます。自分も叫びました。顔を上げてもう一回そこを見ると、もうその光景はありませんでした。自分は弟が潜っている布団をゆすり、ほら、もう消えたから大丈夫だ、と言って布団を開けました。しかしなんと弟はいませんでした。ものすごい寒気がしました。自分はすぐさま居間に行ったんです。するとそこには三人が川の字になって寝ている姿がありました。恐る恐る三人の手を触って確認しましたが、ちゃんとした人間でした。自分は何を見ていたんでしょうか。幻覚にしてはありえないことだらけです。そして自分は怖さに耐えれず、昨日は結局三人が寝てる横で寝ました。特に怖い夢を見なかったのは幸いですが、これから朝帰りが怖くなりそうです。